皆さんこんばんは。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。今週も始まりましたハイチのダラダラジオでございます。今日はというかね、今撮ってるのが11月6日、午前9時5分とパソコンくんがね表示しております。気づく方もいるかもしれないんですが、先ほどまで生放送をしておりまして、5分前までね喋ってました生放送で。でそれ終わってピンマイクの準備してスイッチ入れて今喋ってるみたいな感じなんですよ。ちょっと喉の調子ねおかしいかもしれないんですけど、すいません、あのねこのままお付き合いいただければと思います。で今週はですね、まあ、タイトルまだ決めてないんですけども、ちょっと手書きとかプレゼントとかそういう話ができたらなと思っておりまして、まあ、先ほどね生放送の時にも発表したんですけど、この前文房具屋さん、私は文房具見るの好きなんですけど、屋さん行った時に可愛いねクリスマスカードが売ってて、まあそんな時期ですよね、もうねいっぱいあったんですけど、なんか3種類可愛いのがあったんでふと買ってきたんですよ。で買ってきて、でこれ何年前だろう、もう結構前なんですけど、クリスマスカードね昔3名様に手書きでプレゼントするっていうのをやったことがあって、あそれ今年もやろうって思っていや数増やせよって話なんですけど、あのねこれちょっと言い訳なんですが、手書きのメッセージカード書くのってめちゃめちゃ時間かかるんですよ。なんでかっていうと、多分そのミスができないから、結構ね全部練って表現も考えて一文字一文字にみんなが思ってる多分3倍ぐらいの遅いスピードで書くんですよ。結構丁寧に気持ち込めて書くので、5枚はいけるかもしれないけど、10枚とかなっちゃうとね大変なのよだからなんか作業みたいになっちゃうのが嫌なのね、自分の中で。だからなんか気持ちを込めてもうグッて書けるのが、まあ、3枚かな。あと3枚ね可愛いのがあったから3枚にしちゃったあとあともしかしたらちょっと増やすかななんてこともあるかもしれないんですけど、まあ、今年もねそのメッセージカード、クリスマスカードハイチサンタから送りますので、まあ、興味ある方はぜひね応募フォームまだ作ってないんですけど、またちょっとタイミング見て、ちょっと早いんでねまだね、近くなったらまた応募フォーム作りますんで、ご興味ある方はぜひね応募してみてください。で私はそのね YouTuber さんがさ、ヒカキンさんとかもそうですけど、ニンテンドースイッチだったりとか、なんかあれかスマホとかもプレゼントやってましたよね。で結構される方多いじゃないですか。で私一回もそういうのをしたことがないんですよ。でたまに言われるんですよ、それたまにね、そうそういうのしないんですかって、いやしないよみたいなでもこれ理由が明確にあって2個ね。で1個は超現実的な話していい、そんなお金はないいやないことはないな、別に捻出すればそこそこね熟考自体よりはもらってるわけだし、私もともとあんま贅沢をしないので、そうでも一応私これでも会社のやってて会社の社長なので、会社にはお金が入ってくるんですけど、私給料制だから定額なんですよ。だからどんなに講演会とか仕事いっぱいやっても毎月定額なので、そう、まあ、もちろんねプレゼント企画は会社のお金でできるからさ、できるんだけども、なんかそれって違うなって思っていて違うなって言うこともおかしいのかな。ただこれは俺のすごい個人的な願いなんですけど、まあ、デジタルがこれだけ発達したじゃないですか。皆さんもね LINE で送ることのが多いし、手紙書く機会ってほんと減ったと思うんだよね。手紙書いたことないですっていう人も普通にいるからね、今ね学生の方で。でそれはもうそういった世の中になっていってるから、まあ、仕方ないというか、その流れがねおかしいとは思わないんだけども、私はやっぱ手書きのものがすごく好きなんです。だから講演会とか行ったりとかさ、イベントとかでお手紙もらうこと結構あるんですけど、やっぱすごく嬉しいね、読んでてもこうなんだろう、文字ってさ人柄が出るじゃん。その人の気持ちが表現されるというか、字のうまさ下手さじゃなくて丁寧さとかさ、そういったところもやっぱ伝わってくるんだよね。でそこになんか喜びを感じるというか、そこから感じ取れる人になってほしいっていうのが俺の勝手な願いなのよ。でこれは自分の息子にはすごく思っていて、だからうちの息子すごい手紙書くの好きなんよね。何かの木にこう手紙でパパなんとかみたいなね書いてくれたりとか、まあ、俺もこう結構書いたりするんだけど、でその家族じゃなくてもそういったものになんか嬉しさとか喜びを感じ取ってくれる感受性っていうのかな、なんかそこはね譲れないというか、きっとねこうやってやってても古臭いとかおじさん臭いってなってっちゃうかもしれないんだけど、でもねそこはやっぱり粘っていたいというか、何歳になっても、俺が多分50、60ってなっても
そこはずっと続けていきたいと思ってるの。俺60歳になった時にさ、別にこういった風に目標とかあんまなくて、そう5年後とかもそこまで実は考えてないのね。ただ東京ドームでイベントはやるっていうのはもう確定してるから、確定であれ夢のね、そう絶対それは叶えるって決めてるんだけども、あんまその先考えてなくて、いつまで YouTube を続けるとかさ、この活動を続けるとかもわからないんだよ実際ね。でも60歳になった時に学生の子たちに相談に乗っていられるおじいちゃんになってたいってのはめちゃめちゃ夢なの。かっこいいなって思って、そのおじいちゃん、あ今さボイシーでこんなのね相談答えたりとか、まあ、ここでダラダラジオも喋ってくれてさ、まあ、何の方が聞いてるか分かんないけど、今でもダラダラジオも 3,4 千人ぐらいの方がやっぱ聞いてくれてるんだよね。でそれをおじいちゃんになっても続けられたらさ、いいなって。でその時におじいちゃんになっても学生の方になんかメッセージカードとかを送れるような、それを求めてくれるもう孫だよ、もうそう言ったらね、お孫さん世代の方に求めてもらえるおじいちゃんになってたら、俺めちゃめちゃもうなんか自分大好きになれる気がするもんあんまさ自己肯定感高くないから、でもそうやって生きてたいなと思って、結構そこはね俺の中でワクワクの元なのよ、生きていく上でね。そう、まあそれが続くかわからないし、人生どうなるかなんてもちろんわからないんだけど、なんかそうなってたらいいなって。その時にみんながさ、もうきっとパパママになってる方も出てくるわけだし、そうパパママになってさ、そのみんなのお子さんが俺のことをこう知ってくれて、例えばこう好きってなっててくれてたらさ、ママも実はとかさ、パパも実はなみたいなあったら、もうテンションバリ上がるよまあそんなね妄想を抱いてるんですが、話それちょっとごめんね。そうだから、まあ、手書きっていうものがすごくそういったとこでなんかプレゼントはよくやっちゃうんだよね。多分これからもそれは変わらないし、多分スイッチとかねプレゼントすることはないんだけどさ、まあ、それでも求めてくれる方がいる限りはそう続けていきたいし、あとはみんな自身が手紙っていうものを送るっていう何かのタイミングでね、そう大切な人だったりとかご家族に、あそうご家族で言うと、これ多分親御さん保護者の方も聞いてくださってると思うので、ダラダラジオはぜひお子さんへのプレゼント、一番いいものっていうのはサプライズで一番いいのは手紙です。でも多分あれは誕生日のプレゼントに手紙だけとかだとえってなるから、それはメインのプレゼントに手紙を添えるとかでもいいんですけど、何かの機会に手紙を直筆で送るっていうのはご家族間でぜひやってほしい。でこれは思春期であればあるほどいいと思ってます。反抗期真っ只中の子供とかに送ると、でこれは目の前に送るんじゃなくて、ふと例えば部屋の前で、部屋に勝手に入って付け根置いちゃうと何勝手に入ってんじゃねえよってなっちゃうので、入り口のドアの前とかに置いとくといいです。でなんで手紙はいいのかっていうと、読むタイミングが、受け取り手に選べるんですよ。例えばこう励ましの言葉とかを口で直接言う、まあ、直接言った方が効果はあるんですけど、例えば思春期の子に言うじゃないですか。でもその言ってもらった子供がその受け取れる気持ちじゃないパターンのが多いんですよね。だからうっせえなとかっていう風になっちゃうんですよ。でも手紙だと受け取ろうと思った時に封を開けて読むことができるので届きやすいんですよね、本心が。まあ、もちろん内容にもよりますけど、だからこれはぜひご家族とかの間でもやってくださると、手紙っていいですよ、すごくいい。だからみんな学生のみんなも何かの機会、お母さんとかお父さんの誕生日とかね、なかなかお金で買えないこともあるけど、でもやっぱ手紙っていうのは喜んでもらえると思ってる。まあごめん、これ全員じゃないから、親御さんの中にもね、そういったものが、はなんだよって、お金でかこんなもん意味ねえじゃねえかよっていう人もいるからさ、ごめんな。だからハイチが言ってたからやったのに、なんかお父さん全然なんか破り捨てるんだけどみたいなことがあり得るかもしんない。それはだから本当ごめんなんだけど、でもやっぱその手紙っていう手書きのものっていうのが、力を持ってるし、誰かの心に届く、きっかけになるんだよっていうのは覚えててもらえると嬉しいなと思って今回喋りました。はい、ちょっとだいぶ話がそれちゃいましたけどね。まあまた近くなったらこのメッセージカード、また文房具屋さん行くんで、あれこれも可愛くねみたいな感じで買い足しちゃうかもしれないんですけど、まあ今年もというかね、今年は、ハイチサンタからねプレゼントやりますので、ぜひぜひ楽しみに待っていてください。はい、ということで今週もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは今週1週間が皆さんにとって良き1週間になることを心より願っております。また来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。